アーミディール2006年の競技前に飛行試験を行うピクセル試験機アルマジロエアロスペースとはアメリカが州国テキサス州メスキートにある航空宇宙開発を行っている企業である。社名の通り会社のマスコットはアルマジロである。宇宙観光旅行を目標としている。2000年に創設されて2001年1月1日に合併された。主な出資者は 3D アクションシューティングゲームドゥームのプログラマーとして有名なジョンリー・カーマックである。ガツ着陸船の開発を行っており、ノースロップグラマンルナー、ランダーチャレンジでレベル2の競技を唯一クリアするという実績を見せている。将来的には実用的な宇宙観光旅行用ロケットの開発を行うと発表していた。しかし2013年、カーマックは ゲームイベントクエイク金2013の中で同社が資金難により活動休止に追い込まれていることを明らかにした。クアドはレベル1では当初320プシーの噴射で降下する設計だった。ロール制御推進機は反対側のタンクから供給される系統になっている。機体は反対側のタンクから推進機からの減圧した圧力で制御される 推進材を供給することが可能である。この構造によりバランスを維持しガスの使用を最小限に抑えることができる。主エンジンは二軸の水力変更を備える。機体は完全に GPS と光ファイバジャイロスコープによる誘導装置を備えたコンピュータによって制御される。アルマジロエアロスペースは2007年のワイヤーフライ X プライズカップのルナランダーチャレンジに参加した。2機のクワードの機体の中の1機を優先飛行で試験中誘導装置の問題により3台の個別の飛行終了手順が活動状態になるまでに高度が約20から30フィートまで急上昇して墜落した。機体の落下により衝撃でアルコールタンクの一つが割れて機体は大きな下球に包まれた。機体は 修理不可能なほど破損してしまい機のピクセルが競技に出場した。予定では最初のモジュールがレベル1で競われ、ピクセルはレベル2で競った。レベル1ではアルマジロのモッドは初のレグフライトを含むいくつかの試みを記録したが、任意の地点間の往復飛行は実現しなかった。アルマジロやロスペース社資金難で活動休止。 sora.jp、e. 2013年8月15日閲覧テキサルクラッシュビデオハットアルマジロエアロスペースニュースアーカイブありがとうございます